質問です。はい。他の YouTube チャンネル、ゴルフの、見てるとさ、体のこと言うじゃん、たくさん。うん、だからさ、それってさ、クラブの動きを、こういう風にさせたいがために、こういう風に体を動かしてねって、言ってんだから。感覚を伝えることが難しいから動きで言ってる部分もあると思うんだよね。だけど、クラブの動きを言ってほしいんだけど、体の動きを言うじゃない、で、体の動きって、なんで俺は先にやっちゃいけないかっていうと、平井博明のワンラップゴルフ。体を回せって言うじゃない、体を回せって言って体を回すとクラブ下ろさなくなるから嫌なの俺。だからクラブが降りてきた人が体回せって言ってんだよね。だから体の動き言ってる人ってクラブができてる人がほとんどなの。クラブできてない人が体の動きって多分言わないんだよね。わからないから言えないの。はいはいはい。クラブの動きができてきて初めて体の動きが分かってくるのね。だからその順序ができてなかったら、先に体の動きを覚えたところでうまくいかないの。はいはいはい。だから俺言わない。だから、さっきの登録の質問だと、なんで体の動きを言うんだろうねって俺言われちゃったら、クラブの動きが分かってるから言ってんだよねってなっちゃうと思うんだよね。あ、もう分かってる前提で、その話はしないで、クラブの話はしないで、だから体の話をするんだ。そう。だからクラブができてきて、次にこの体の動きをやってねっていう動画が全部タイトルについてるんだったら、多分すごい上手くいく人は多いと思う。はいはい。うん、だけど、例えばこのボールを打つときはこの体の動き、このスイングしたければこの体の動きって言ってんじゃんみんな、だからうまくいかない。これカットになるかもしれないんだけどさ、ツアープロの動画でも体のこと言うよね、そう、あの人たち当たり前だからね、クラブ。そうだよね。そう、やっぱそうだ。うん、だそんな話してないんだ。してない。そんな基本の話はしてないんだ。そう、だから戻る戻らないの話は一切してないんだよね。戻るから戻ってて、こういう風に動いてんだって話してんだ。そう、だから基本ができてる前提でその次の話を動画で全部やってるから。だから基本がないんだったらできるわけないじゃんっていうことを分かってもらいたいわけ。でも誰も言わないもんね。言わない言わない。もちろん。うん。できてる人にしか響かない。まあ、そうなんだ。うん。だから難しいことばっかになっちゃうんだ。そう。そう。そう、ほんとそうなの。この間の動画で、6番アイアンを無意識のスピードで打った球あるでしょ、なんか、一発こう、パカパカって。要は、あれを打てた人にしか動画ってハマらないの。だから、イレギュラーな動きをしてる人に、いい動きを与えたって、イレギュラーだから。絶対に。動画が当てはまる人って、基本ベースがある人なんだよ。基本ベースがなかったら、その基本ベースって何言ったら、俺が動画で言ってる、じゃあ10球打って、8球9球以上ナイスが出る人よね。簡単に言えば。振り遅れないで、そうそう、ちゃんと当たる人ってこと。そう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 。そのスイングベースができてないと、このやり方とかっていう基本以外の動画あるでしょ、あれが全部当てはまらないはずなんだよね。そういう人は仮にそういう難しいのをやっても、そういう動きを入れたら、振り遅れたらちゃんと戻んない、当たんないって思うから、やらないって判断ができるってことだ。そう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 。でも、もともと当たってない人に何入れたって当たんないわけじゃん。あ、そうだね。だから判断ができないから、難民っているでしょ。難民ができる。YouTube 難民。そういうことだよね。そっか。もともと当たってないんだから、何入れても当たんなくて。そう、だから判断が絶対できない。で、他のやつを見て、で、また当たんなくて。で、回ってくる。一周何周とか。二周三周するじゃん。で、それに、プラス、前は良かったのになんて入っちゃったら、もうガッチャガチャになるからね。前が良かったのも本当なの？それも幻想なの？わかんないよね。前は誰も見れないからね。俺はその人を信じるしかないよね。あ、でも、あれか、YouTube 流行る前は、ほら言ってたように、子供の頃っていうか、俺らの世代が若い頃は、まだなかったから、感覚の人が多かったんでしょ。だからその時はできてたけど、最近 YouTube がゴルフ以外でもやっぱり大きくなってって、見るようになって、やってみたら崩れたみたいなケースはあるかもしれない、ね。そうだね、そうだね。それは本当に前は良かったのに。まあ本当だね、そしたら。すごい、だからその YouTube って怖いよね。すぐ情報を得られるんだけど、それを実際に実行するとすごく怖いことでもあるから。
ハマらない時はね、うん、ハマればいいんだけどさ、それはすごい自分に合ってるかどうかの判断すらできないからさ、うん、難しいよね。いつも言う話なんだけど、自分に当てはまるか当てはまらないかとか、うん、それがいいのか悪いのかとか、うん、それが分かるのってさ、うん、できるようになってからなんだよ。そうなの。だからさ、今分かんなくてこれを入れたら良くなるかもっていうことはありえないってことなんだよね。うん、それ入れて良くなるかどうかなんて、本当は入れるときにもちろん分かってた方がいいし、うんうん、こういうの探してたんだよねってタイトルじゃなくて動きで分かんなきゃいけないわけよ。今の俺の動きにこういう動きが欲しいんだよねって言って、それにタイトルがそれに書いてあるわけがないんだから、はいはいはい、だから見るんだったらとりあえず全部見て、うん、そう、今の俺の動きに、この動きが、クラブの動きとか、体の動きでもいいけど、その動きが、俺の今の動きに必要だったって分かんないと入れちゃダメ。探してたものがこれだって、うん、ちゃんと分かんないとダメってことだ。ダメ。例えば、スライス防止とかさ、ダフリ防止とか、トップ防止っていろいろあるじゃん。あるあるある。だからそこじゃないんだよ、見るところ、ね。あ、そうだよね。それのために何やってるかを見る。そう、そう、そう。だから、自分が、なんでトップが打ってんのか、なんでダフってんのか、なんでスライスが出てんのかが分かんなかったら、その内容を引っ張ってこれないじゃん。うん、うん。あ、だそこ。大事なのって。だから右膝が出てんのか、クラブが単純に寝てんのか、うん、体が起きてんのか、うん、手が出てんのかが分かんなかったら、うん、スライスだったらね、うん。うん。何を引っ張ってきていいか分かんない。だから目利きのプロに教わった方がいいですよ。本当に。はっきりそういうのが分かるプロ。そうだね。うん。か、自分がはっきり選別できるようにならなきゃダメ。動画の。それを分かるようになるためには、なんか方法ある？基本覚えなかったら分かんない。ああ。要は、基本があって、うん、どっちに自分がこう傾いてるかが分かんなかったら分かんないから。うん、傾くって、その、ミスの、この、スライス、フック、ダフリーとか、うんうん、そういうあれだけど、要は自分の原因が、ミスの原因がどうなってるかが分かるようになるっていうのは基本のショットが打てなかったら分かんない。それは自分の基本。自分の基本。自分の基本半分、まあ世の中で言われてる基本半分とか、まあそれぐらいでいいんだけど、うん、どう見たってシンプルだよねっていうスイングになってれば、うん、まあ分かりやすいよねっていう。まあ基本じゃなくても。基本っていうのはさっき言ってた10球打って8球ぐらい、うんうん、ちゃんとクラブが。うんゼロに戻って、うん、打てるっていう状態。そう、あとはその左右対称の動きで動くイメージが湧いて、うん、でとにかくまあヘッドが右に上がって左に振る意識の方だし、うん、まあじゃあ余計なことせずに、そう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 、打てるっていう状態ね。チェックの仕方っていうのは足揃えてどんだけ飛ぶかよ。ああ、うん、まあどんだけクラブが動いてるか。そう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 、それがもう基本に近い動きなんで。だからね、そういうのが分からないと、ミスの、今出てるミスの原因っていうのが分かんない。ミスの原因を知ろうとする練習もしなきゃいけないのに、意外とそのままミスを打ち続けてる人も多いしね。それも怖いことだから、いつか治んじゃないかみたいな感じに見えちゃう部分もあるし。その、ナイスショットが打てるというか、打った時の感触とか、うん、そういうのが分かんないと、比較のしようがないね、うん、でも。そう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 。それをやってるうちに分かるもん。ナイスショットの感覚？感覚と、それとここが今違うんだなっていうのって、うん、練習してれば分かる。練習してれば分かる。分かるようになってくんだ。分かる。数打てば分かる。分かるの？誰でも。右膝出たとか、うん、クラブが出たとか分かるよな。うん、まあ、変な話、何にも求めてない人？うん。もうスイングも何にも求めない。って言って、うん、ずーっとこうやって打ってんじゃん。うん。あれを、もう、変な話、1万球打ちました。うん、今のダフリ、うん、その中に、うん、このナイスが出たじゃない、うん、はっ、はっ、ってなる。なるなるなる。なるでしょ、なるなる。だから数打ちゃわかんない。あの、はっていうのと、うん、ずっとダフってので何が違うんだろうってやっていけばいいんだ。そう。で、何が違うのかわかんなくてもいいのよ。うんうんうん。今のショットが出た時の感覚って、知ろうとしなくたって知るから。数打てる。あ、そうなの？それはそう。だから、別に無理に覚えようとしなくていいのよ。できないんだから。はじめ当たんないから。あ、そう、当たんないから。うんうんうん、で、相当打ってきて、相当打ってきて、あの数、球数が、ナイスの方が上回ってきたとする。1日打った数の中で。
したら知ってきたらいいじゃないって。それを研究したらいいじゃん。ナイスを上回んないで研究なんかできない。数が足んないんだから。何にもやんなくて、うん、本当にその、なんつうの、ミスばっか。うん、だけど、打ってりゃそのうち、やっぱり打てるようになってくるもんなんだ。なってくるもん。なってくるんだ。うん。あのね、ゴルフを分かんなかったらゴルフを向きなさいってことなんだね。うん。例えばアドレスをしててね、こうやって構えるじゃない。うん。で、こうやってグリップエンド支点にするわ。うん。こうやって。うん。で、左行ってしょうがない。うん。左行ってしょうがないっつったら、このクラブを左に傾かせてみろっつって。うん。これ右傾くじゃない？うん、じゃあこっちじゃないよねってなるじゃない？ああ。こうやって傾いたら左に傾くじゃない、うんうん、だから、こうやって傾いて当たってんだったら、こうやってなってんでしょうが。ああ、なるほどね。だからゴルフ抜いてって。ああ。だから開いてんでしょって。うん、開いてんでしょって言ったら開かしてみてって。うんうん、こうやってたら開くじゃない？うん、だからこうやってなってんでしょうが。当たるときに、ね。ああ。なんでそれわかんねえかなって。へえ。ゴルフのスイングがもう、チカチに固まってるんだから、頭の中に。もうそんなのどうでもいいのよ。だからこっちに傾いたらどっちに倒れるのって。それは当たり前に右じゃない。そうだ、そういうのが分かってこなきゃいけないの。だから、こうやって構えてて、うん、右に倒れたら、うん、右に倒れてナイスボールを打ったら、それは高くなるじゃない、うんうん。で、左に向いてナイスボールを打ったら低くなるじゃない、うんうん。そういう簡単なことなの。それが、さっき言った、基本のスイングができてくると、その反応がダイレクトに出るわけ。うん。それがそっか、真ん中で打てなきゃいけないのね。そう。基本だから。そう。どっちにも傾いてなくて、そうそう。真ん中でまっすぐ打つっていうのが。そう。で、変な話、軸まっすぐで、こうやってやったら右に飛ぶ、うん、こうやってやったら左に飛ぶってなるじゃない。そう、そういうこと。で、スピードが速くなんない。うん。スピード速くなんないってじゃあなんでなんないんだろうってなるじゃん。だから、スピードが、ヘッドスピードが速くならない理由として、振り下ろすタイミングが合ってないっていうのはまず一番大きいのよ。要はブランコが焦げてない。はいはいはい、はい。うん。プラス、右肘を入れるんだっけうん。右肘入れたら、パワーよりも、物が後ろにあるじゃん。これ押すの引くのってなった時に、引くだよね。引く。ああ、引いてくれ。どんどん。上がんねえから。そうだね。うん。そういうこと。ああ。押すんでしょって。そしたら、物体の方がさ、前に行かなきゃ押せないじゃない。うん。あ、してないね、前に。うん。どんどんそうやって紐解いていきなよ。できない理由がわかるから。うん。それをレッスンで教えてるから。いや、レッスン来た方が早いわ、じゃあ。早い。わかんないもん。無限にやりすぎてさ。そう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 。で、プラス、そう、これは、本当に、今の動画の中で、うん、あんまりこう、こういうパターンでこういうパターンでパターン分けして言ってないじゃん、俺今。うん、だから、一人にしか当たらないと思う。はいはいはい。例えばこの動画が5000回再生されるんだったら、5000分の1、うん。それぐらいの確率。うん、だから、ほぼ当てはまんないと思ってるからさ、うん。それぐらい動画っていうのは難しい。感覚なんて伝わんないんだよ。だはっきりしたものしか分かんないよね、動画ってね。うん。うん、そうだね。映像で見て分かることしか、うんうん、感覚な部分っていうのはなかなか映像だとね、うん、難しいんで、体の動きの方が分かりやすいし、とっつきやすいのかな、多分。そうだね、うん、うん。でもその体の動きっていうのはクラブが、まあ、しっかり触れた、こうやって触れた前提でその次に入れるものっていうことなんですよね、うん、クラブが動いてないのに体の動きっていうのは入れられないので、しっかりとした前提があるってことなんですよ。だから、その、まあ、インパクトゼロとか、まあ、そういうものができてこないと、体の動きを入れたところでになっちゃうので、うまくいかなくなっちゃうんですよね。その辺は注意して、動画を見てください。うちの動画じゃなくても、他の動画でも全部そうなんですけど、うん、順序がありますよということですよ、うん。そういうことに注意をして、YouTube を見ていただければと思います。はい。気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。